お過ごしでしょうか。カラオケとか行ってる？あ、こんにちは行ったっけ。こんにちは。カラオケ行ってる？私の近所ではカラオケに行こうと思ったら予約しないと満室で入れない。じゃあさ、もっと歌い方講座さ見ろや。いろんな曲やってるんだからね。今日はね、ね、中森明菜ちゃんのサザンウィンドウ。え、サザンウィンドウで合ってるかな。合ってる。サザンウィンドウ、うん、やろう。ね、サザンウィンドウはね、明菜ちゃんの歌い方の癖の特徴がたくさん出てるから歌って面白いと思います。だし明菜ちゃん歌うまいじゃん。だから参考になると思うから、ぜひぜひ最後まで見てね。挨拶さつするのんよ、挨拶するのんよ、挨拶するのんよ、のんよ。って言ったら海風に、海風に、まあ、ここ普通でいいよね。で自然にって跳ねて、体がリズム取る、パンナマッポを、パンナマッポをくるくると指で回して、回してはデクレッシェンドね。ちょっとやってみよう。せーの。挨拶するのよ海風に、自然に体がリズム取る、パンナマポをくるくると指で回して、こうなりますね。次、同じメロディーだね。テーブル届いた果実酒は、果実酒は、実酒はって跳ねるね。そしたら次は、見知らぬ人から、人かをしゃくるよ。人から、人からって歌うね。でメッセージじゃん。次は、背中越し、背中越し、戸惑う、わ、わは口開くね。わ、響きが欲しいから。戸惑う、わっていう、わの響きが欲しいから口開いてってことね。で、ここを普通のボリュームで歌ったら、最後、小さくなる。強い視線に、強い視線には小さく言って、背はしゃくる。どんな感じになるの？やってみる？せーの。テーブル届いた果実酒は、見知らぬ人からメッセージ、背中越し戸惑うは強い視線に、こんな感じ。背中越しの5は5って言わないのが明菜ちゃん。微濁音を大切にするね。だから背中ごごご、背中越し戸惑うは強い視線に、こうなります。サビね。白いチェアに、白いチェアに足を組んで、白いチェアに足を組んで、最後はビブラートかけるよ。ほっ
つえほうつえ跳ねたらつくんのもつくんのもここ跳ねる聖子ちゃんみたいね。まあ一瞬だからね、ここ今ゆっくりやってるけど歌ったら一瞬だから、まあ気になるわ白い、ほずえつくのもやるか、ほずえつくのも気になるわ、いける？ちょっとやってみようか、サビ、せーの、白いチェアに足を組んで、ほずえつくのも気になるわ。次、映画的な気分で少し、映画的な気分で少し、なんか明菜ちゃんっぽいね、ほんとね、メランコリックに、にをしゃくって、髪をって言ったら、かをウィスパー。かき、かきって言ったら、あを逆しゃくり。かきや、はって言ってます。内訳はね。あーの、あーの高い方を短くするの。あー、あー、かきや、げ。微濁音ね。げじゃなくて、げ。げ、て、げ、て。ここが、あきなちゃんの特徴なんですね。普通は、ここ、クレッシェンドしないんだけど、あきなちゃんは、クレッシェンドしといて、最後、ボソって、小さく言って、丸、終わる。っていう、歌うま、プロのね、が使うテクニックを得意としてるんですよ。ここ面白いね。書き上げてってビブラートかけながら伸ばしていって、最後小さく危険な心、うん、あきな映画的だからやってみようか。はい、映画的な気分で少しメランコリックに髪をかき上げて、危険な心、なのでかき上げてはなるべく伸ばした方がいいよ。て、危険な心、伸ばす方が最後の一文が映えるから、書き上げてでいっぱい休んで、危険なって言っても危険な心だけが独立しちゃって変な感じになっちゃうから、ギリギリまで手は伸ばす、それがポイント。はい、こんな感じでね、あきなちゃんはちょっと歌い方がさ、だいぶ個性的な、ちょっとって言ったりだいぶって言ったりどっちやねんだけど、とても上手な歌い方をしているので参考になるし、アキナちゃんって歌うまいんだけど、アキナちゃんっぽい、いかにもアキナっていうような特徴が出ているね。それはこう抑揚がはっきりしているってこと。だからアキナちゃんを歌うときは他のアーティストさんみたいにテクニックだけをなんとなく入れてそれっぽくするのじゃなくて、抑揚を大きく大きくつけてあげるとよりアキナちゃんみたいになれるよ。はい、では今日のレッスンはここまで。また違う動画でお会いしましょう。いつもありがとうございます。またね、バイバイ。